ハードゲイみたいな格好してる衣装ですよ先生ゆうこふそんな答えでも大ニュースです。あ、もう知ってるような探偵だからね。調べがついている。なんと200万ダウンロードを誇るバンダイナムコオンラインが配信しているスマホ向けアプリゲーム「アイドリッシュセブン」がプレイステーションのビータで出るって話だろ。正解さてさてでもね、今日ねゲームはプレイしないんですよ。もうこの前ので我々懲りたんでそうですね、みんな帰れなくなっちゃう。永遠やるじゃない、永遠。はい、だからララビットといえばもう大事なとこだけ先行こうと。そうですね、そういうのこれでございます。限定版、限定あ、刺しましたね、さすが探偵。なんとクリアファイル、絵が綺麗、本当に。とにかくすごいね、豪華。みんなやっぱ揃ってるというのは壮観ですね。ものすごいファンいるね、後ろに。いいですよね、ファンも一緒に映れるってなんかいい構図。やってみたいねこれ。おお、すごい。12人、全員書いてある。あ、すごい。12人ね。アイドリッシュセブンなのに12人いるんです。アイドリッシュセブンが7人。7人上のメンバーですね。あれ下は？トリガーとリバーレ。あ、詳しい。トリガーの3人とトリガーレちょっと届かないリバーレが2人。ヘアコ持って永遠できますね。はい、ビータもね、手がかじかむのもこう。そう、手がかじかむのが問題ですよ、この時期は。暖かそうだな。でもあったかいです。フラちゃんとしっかりして。どっちが質がいい？所長と。まあでもやっぱこっちの。嘘でも所長。嘘でも。空気入れてたねこれ。あ、空気入っちゃう。パンフレット。この中は買った人はお楽しみですな。お。よだれをやめてください。やめてください。で、あ、ポーチだ。これ、お、油揚げだったら違います。結構立派な大きさですよ。王様プリン。王様プリン、強敵だね。でも可愛い。ホッタの強敵だねこれ。結構アイナナファンの皆さんはこの王様プリンのグッズを持っている気がする。詳しいね、やっぱ。私の仲いい子がめっちゃ好きなんです。それで覚えるのが一番結構意外と覚えるんだよね。そうなんですよね。私の大好きな T シャツ。わあ、これもかわいい。これデザイン。ピラミッドの頂点を目指せ。やっぱ調べただけじゃ実際に目にしないとわからないね、この迫力は。そうですね。ことはいつかプレイできるかな。やるってことですね。ビータも持ってるし。やっぱちょっと最近ここね、年末年始はちょっと女の子のアイドルばっかりちょっと夢中になりすぎて、もう世界を広げていく。自重をしないで増やすってことですね。拡張していくんですね。拡張、世界を広げていく。ということで、はい、行くぞ所長。ああ、王子。ララビットステーションまた見てね。忘れなかった。言われる前に言った。なんとなく締めやがった。やるな。台本チラチラ見てたから。そろそろ